どうも、亀ちゃん大好きセンターテールです。今回なんですが、亀の混泳、多頭飼育について話していきたいと思います。混泳やら多頭飼育っていうのは、一つの水槽で数匹の亀を飼育する飼育方法についてですね。これに関しては、以前からよく質問をいただく内容でもあります。この亀とこの亀、一緒に入れても大丈夫ですかとか、別種の亀で草亀とミドリガメ一緒でも大丈夫ですかとか、コメントや DM でよく質問をいただくことがありまして、まあ多くの方がこの部分で悩んでいるんだと思います。で、その時に僕が返す答えとしては決まっていまして、自己責任です。っていうことですね。ちょっと突き放すような答えになっちゃって申し訳なかったりするんですが、この多頭飼育に関しては、そうとしか言えないところがあるんですよね。まあこれ例えば、クサガメとクサガメみたいな比較的穏やかな性格のカメ同士であったとしても、入れてみたらどっちかが尻尾噛んじゃったりとか、喧嘩したりとか、怪我につながる可能性はゼロじゃないんですよね。なので、大丈夫ですよとは、口が裂けても言えないわけなんですよね。なんですが、一応混泳させる時の注意点などはあります。僕も何種類かの亀を混泳させてたりしますので、そういった時にどんなことに気をつけているのかっていうのを、今回は実際に混泳の様子を映しつつお話ししていきたいと思います。そしてこちらの水槽は先日セッティングをした90センチスリムの水槽になります。今こちらではもうじき2歳になる草亀を2匹入れてるんですが、このサイズの草亀2匹で90センチとかなり贅沢な状態になってますね。なので今回はこちらの水槽に別の亀を合流させていこうと思います。それでは早速ですが、行ってみましょう。はい、ということで、まずはこの水槽に入っていた草亀を見ていきます。まあこの2匹はすでに一緒の水槽で暮らしてたんで、すでに混泳させてるといえばそうなんですが、後で合流させるのは草亀じゃない別種の亀になりますね。で、この子たちなんですが、大きい方がメスの草亀で、名前はミルミルと言います。小さい方はオスの草亀で、名前はリンリンと言います。結構サイズが違うんですが、生まれた時期は同じくらいです。お迎えした時もサイズはほぼ一緒でしたね。なんですが、草亀はメスの方が大きくなるっていうのもあって、早くもオスメスで体格差がかなり出てきてしまいましたね。で、今合流に向けて水槽のセッティングを変えるために、一旦バケツに移して餌も入れてみてるんですが、メスのミルミルの方はガンガン餌食べてますね。一方、オスのリンリンの方は全然餌食べてないです。これは個体差というか、性格によるところで、オスのリンリンの方がちょっと警戒心ありますね。普段水槽の中では全然爆食してるんですが、こうしてバケツなど別のところに移すと食べなくなります。一方、メスのミルミルはそんなの関係ねえって感じで、平気でいつも通り食べてます。この辺の個体差とか性格の差っていうのも混泳には関係するところがあって、どっちがいいとかではないんですが、リンリンのように警戒心のある亀だと、別の亀が入ってきた時にビビって餌を食べなくなったり、入ってきた亀が怖くて噛みついちゃったりって可能性がありますね。一方、ミルミルのように餌食いが良すぎると、別の亀が食べてる餌を横取りしようとして噛んじゃったり、相手の尻尾を餌と間違えて噛んじゃったりっていうことがありますね。この辺の個体差や性格によっても注意点が変わるので、それぞれの個体について理解をしつつ、混泳させるか判断したり、実際混泳させるときに注意しておくといいかと思います。まあ、ちょっと今はあえて大げさに話してるだけで、この2匹に関しては安定してるので、全然大丈夫なんですけどね。はい、そして今回この2匹に合流させる亀がこちらの、ミシシッピニオイガメの名前はコニオという亀になります。こちらも飼育始めて1年半ぐらい経つ、もうじき2歳になるミシシッピニオイガメですね。こちらのミシニはお迎えした時から60センチ水槽で単独飼育をしてきました。なので、ショップにいたベビーの頃を除くと、他の亀と触れたこともないような、そんな感じの箱入り飼育をしてきました。この辺も多少気になる部分にはなりまして、さっきの2匹の草亀はベビーの頃からずっと一緒に飼育しています。なのでもうお互い喧嘩したりとかってのも一切ないんですが、初めて混泳させる亀っていうのは、他の亀と出会った時にどんな行動をとるのかわからない部分がありますね。なのでこの辺も要注意な点になってくるかと思われます。そしてこの子も性格的にはさっきのオスの草亀のリンリンと似てて、バケツに移すと警戒して餌を食べなくなりますね。まあこの辺は普段の飼育環境にもよるんですが、うちでは普段から水槽でご飯をあげてるし、ろ過もがっつり入れてるので水替え頻度も低く、この子に触るのも月に2、3回だったりします。なので、バケツみたいな別空間に移すと、やはりちょっと警戒しますね。ですが、水槽にいる時はめちゃくちゃ活発で、餌も毎日爆食してるし、ミシギのくせに日光浴好きだったり、ほんと水槽内では元気な、典型的な箱入りガメですね。なので僕としては、このコニオの方が心配で、他の草ガメに食ってかかるんじゃないかと思ってますね。はい、それでは今回混泳させていくために、ちょっと水槽のセッティングも変えていきます。
もともと小魚の水槽で使ってたフィルターをせっかくなんでこっちの水槽にセットしていきます。このフィルター使わないとせっかく定着したバクテリアがもったいないので、これを使っていこうと思います。そしてここで混泳させることのメリットについても話していきたいと思います。多頭飼育はカメが怪我をする可能性があるっていうデメリットがある一方、管理が劇的に楽になるっていう圧倒的なメリットがあります。水替えするにしてもフィルターのメンテするにしても、2本の60センチ水槽をそれぞれ水替えメンテするよりも1本の90センチ水槽を一発で水替えメンテする方が当然ながら作業的に楽にはなりますね。カメは水替えにしろメンテにしろ頻度が高くなりやすいです。これが2本やるのか1本やるのかでは時間も作業量も断然変わってきます。ましてカメだと飼育年数もめちゃくちゃ長くなるので、ここの手間を考えるとやはり公営できるならしたいって僕なんかは思ってしまいますね。まあこれ自分が飼いたくて飼ってるんだから、怪我のデメリットを考えるなら手間をかけてでもやれよって言われてしまったら、まあ返す言葉もないんですが、まあ可能な限り安全性に気をつけながら公営させるなら僕はありかなと思ってる派ですね。この辺意見割れそうであんま言及もしたくないんですが、まあ僕としてはそんな感じの意見となっております。そんな中言えることとしては、できるだけ広い水槽でってことですね。狭い水槽で混泳させると、いざって時の逃げ場がなくなってしまいます。他のカメに攻撃されそうになった時に水槽が狭いと逃げることもできなくなります。これは良くないので、逃げられるだけの広さがある水槽で、かつ可能であれば隠れ家などを用意することも大事になってきますね。なので今回のような90センチ水槽だったり、カメのサイズにもよりますが、十分な広さがあることが最低条件にはなるかと思います。それでは水槽のセッティングも完了したので、カメを入れていこうと思います。そして入れるカメについては、サイズに大きな差がないことも大事ですね。今回ですと2匹のクサカメとミシギになってくるんですが、サイズはそれぞれそんなに差がないカメたちになってきます。ここに生まれたてのベビーガメなんかを入れたら、攻撃された時に身を守ることもできないですし、また飼育環境的にも水深が深く溺れたりといった危険性もあります。一方大きなカメを入れたら同じくパワー関係が崩れますし、このカメたち向けの飼育用品では破壊されたりする可能性もありますね。なのでそれぞれのカメのパワーバランスに差がないことが重要ですし、まあそもそもカメの大きさによって飼育環境も変わってくるものなので、それぞれのサイズに適した環境で飼育するのがいいかと思います。ということで今回は2匹のクサガメ、まあこっちのミルミルはメスで多少大きかったりするんですが、おおよそ似たサイズのカメとなっております。そして新たに合流するミシギの小魚に関しても、サイズはちょうどリンリンとミルミルの間くらいとなっていて、まあ問題ないだろうといったサイズとなっております。ちょっとこの小魚は僕にも全然慣れてなくって、油断すると噛まれるので気をつけながら持っていますが、まあ他のカメを噛まないといいなぁと思ってますね。はい、ということで3匹のカメを水槽に入れました。ここからは3匹の様子、特に今回新たに合流した小魚を中心に注意しながら見ていこうと思います。今回いくつか混泳についての注意点などを話しましたが、結局のところ一番大事なのはよく観察することですね。入れた直後に注意をするのはもちろんなんですが、その後も定期的に見るようにしたり、カメの体の状態を見て怪我がないかなどを見ていくことも大事だと思います。それではしばらくの間みんなの様子を見ていこうと思います。
はい、ということで今回は亀の婚姻について見ていきました。いかがでしたでしょうか。最初にも言いましたが、この婚姻に関しては 100% 自己責任となります。亀を飼育するっていうことに関して言うと、一匹だけで飼育していても基本一切問題ないです。一匹だけで飼育してて寂しそうとか遊び相手がいないとか思うことがあるかもしれないんですが、亀は基本一匹で問題ないです。繁殖させたいとかってなると話変わってくるんですが、基本一匹で問題なく、それが一番安全なのは間違いないと思います。だからこそ多頭飼育に関しては自己責任であって、言ってみたら得するのは飼い主側だけって話で、カメからしたらいい迷惑ってことも言えるかもしれないですね。ただ長期にわたるカメ飼育においては管理者側の手間の軽減っていうのも重要な観点だと思っていまして、この辺のメリットデメリットのバランスを考えつつ、注意するべきところは注意しながら飼育をしていけたらいいかと思います。ただ何度も言うんですが、自己責任の範囲でありますので、その中で挑戦するならしてみてもいいかと思います。ただまあ僕は割と放任的に考えているところもあって、ちょっと噛まれちゃったとか自然の中で考えられることなら容認してもいいかとも考えていますね。ですがもちろんある程度逃げたり隠れたりできる広さのある飼育環境を整えた上で、致命的なダメージになるようなことは絶対に避けるべきだと思いますし、場合によっては婚姻を早々にやめる判断もするべきだと思います。今映しているご飯の映像は婚姻始めた翌日の餌やりの映像なんですが、まあ問題なくみんな食べれてますね。ちょっとミシギの小鳥がビビってはいるんですが、これくらいならすぐ慣れるだろうと思います。まあこんな感じでこのチャンネルでは亀についていろいろやっています。亀飼育に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴をありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それではさようなら。